毎度ありがとうございます。矢守ひみです。地味にチャイナ服買いました。なんかこれからはね、体動かす動画の時はちょいちょいこれ着ていこうと思います。ほぉー、はっはっはいはっ、てな感じで始まりました今回の動画なんでございますが、今回やるのはこいつだ。あーばー、瓦割り。そう、私地味にですね、1年ちょっと前ぐらいに瓦割り動画出したんですけど、その時はね、もう大敗北でございました。でもね、あれから私は1年経ちました。1年あるとね、人は成長するんですよ。見てください、いきますよ、私の瓦割りを。あーなりまえだよ。全然瓦割り1年間練習してこなかったからね、それ1年前と変わってませんよ。そもそもこれ瓦割り用の瓦じゃなくて屋根瓦だからね、これ割れないように作られてるもんだから、これ割るもんじゃないんだよそもそも。でも今回はこいつを割っていくことが最終目標だ。そう、こいつを割るためには何が必要か考えました。そう、私に足りていないもの、それは練習なんですよ。何事もね、練習なしで一発でできるなんてことあんまりないんですよね。だから何事も練習が重要。でも瓦割りの練習って失敗したらめっちゃ痛いんですよ。そんな練習してたら手が持たない。ということで今回はこちらを用意しました。ウェーカモン、ウェーイ。さあこいつだ、こんにゃく。そう、これならね、適度なサイズ感、そしてこの弾力、こいつならね、叩いても痛くないんですよ。しかもね、サイズも結構お手頃。もうね、チョップをかますには非常にいいサイズ感。というわけでこのこんにゃくを何回も何回もチョップして割れるぐらいになれば、瓦も多分割れると思います。これがとってもいい練習方法だと思うんですよね。というわけで割ってくぜ。ビッタンビッタンビタビッタン、こんにゃくオープン。あー、なんかすごい汁がすごい、くっさ！まあいいんですよ。匂いなんて、うぅ、くっさ！まあ我慢していこう。それじゃあ、瓦割り練習、参りましょうか。じゃあ、第1投目。チャイナ服の袖に、こんにゃく汁が。ああ、2投目。うわでも、見てください。チョップしたところが、くぼんでおります。これ何回もかませばいけますよ。めっちゃくちゃこんにゃく汁が飛び散るんだけど、やめてくれない、そういうの。あっさうちあっさうちるる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 る、よし、こんにゃく汁をだいぶ掃除しました。これでね、汁飛び散らないでしょう、多分。くせ、はぁ、あいあいあい、皆さん、できました。こんにゃく、切断できるぐらいまで、私の手刀を磨くことができました。もうね、私のこの右手は、屋根瓦すら切断できる。そう、そういう自信を、このこんにゃくからもらった。よいしょ！よーし、こんにゃくで鍛えた私の右手。今こそ、この瓦にかましてやるぜ。集中しろ。そう、中国3000年の歴史を我が右手に集中するんだ。こんにゃくさー！